おい、いや、実一度君はさ。ではアドラス、あなたが私、そういえば学級の方は見て、私は見ての通りよ。不そ、あとはそうね、なんとなくあなたとは馬が合う気がするわ。彼は私の従者でベストラ校の着手、幼い頃からずっと私に仕えているの。冷徹な印象を受けるでしょうけれど、内面もそうだから。なぜか私を目の敵にして、彼の家は最初、頭のいい人よ彼は、けれど極度の面倒くさがりで、いつも眠そうにしている。彼が真面目であれば、彼女はただ寮に引きこもると宣言。すみません、新しい先生、私はじゃなかった。あんた今日、じゃ実家はレスター、担当が昼日クラスの連中にはもう会えたよな。俺に興味があるのか、奇遇だな。ま、これから。あいつはグロスタール伯爵とはいえ、あいつは商人の息子なんだが、本人はいた、確か、ま、本心マリアンヌは、あいつ他の生徒とリシュテアは、ただしヒルダはゴネリル校の一人娘でね、あれほど怠惰、どうだここ宮長は、君が、僕は、あなたがクロードを助けた、え、そうな、僕は、私はリシュテアフォン、どうだ、ああ、もしかして例のよ、キルダ・バレンティン・ゴネリルです。で、こっちの子がマリアンヌ・フォン・エドマンド。あんた客人か、食堂を探してんならあっちだぞ。バー、レオニー・ピネッリ。おでは、ラオ。あの、おい、どうだ。あんた、じゃ、実家は担当が昼日クラスの連中には。ああ、そうですね。先日この学校。ファーガス神聖王国未熟者では、そうだ、学級を見て回っているそうですね。フェリックスはフラルダリ、あいつはぬかの、彼はガス、気まじめ、ゴーティエ家の着手であるシルバンは昔から本、彼女はのんびりしている、ドミニク明るい、イングリッドは貧困、
あなたの働きに感謝します。いや、ここは我々宮長は工場。あら、ベルナデッタ、私はフェルディナン。君もねえ。あんた、お、僕、おい、あんたも、こ、感謝しますよ。私は、我が、お、何を隠す。ペトラ、あら、どうでしょうか。ここは、私たちルーベン・ファーガス神聖王国。おっと、俺は、知る。感謝する。はじめまして、それからこっちが。殿下を、この恩は。話はディミトリ殿下から聞きました。腕がぜひフェリ あ, あら あ, あ, あなら私メツ。どうでしょうか。そうですね、何、ここは訓練場、私はいい。はい、士官学校の様子はいかがでした。さて、君のような素性のわからぬ若者に。アドラークラッセ、ルーベンクラッセ、新任の君から選んで。ディミトリが宮長を務めるルーベン、心は決まりましたか。フォドラの未来を担う。お兄様。フレン。いいえ、大したことでは。この者は。まあ、士官学校の。私、セテスの妹のフレンと申します。フレンの話はさておき、近日現時点での生徒たちの実力を測るため学級対抗の模擬戦を行う。同時に君の能力も見定めさせてもらう。大事。え、あ、新しい先生ってまさか。うわ、あ、私友達みたいに話しかけちゃって。同い年くらいに見えたからつい。そんな。ええ、こちらの気が済みません。先生が言うんだしいいんじゃないですか。そもそも俺たちがあんたにこんな。くいや、ここは王国ではないんだし。それとだが、まあ先生がそれでいいなら。あの、ですが私にはしみ。難しいなら無理することないわよ。先生は器がでかいな。待て、シルバン、こいつには用がある。後で訓練場に来い。まずはお前の腕を見せ。抜け駆けとは感心しないな、フェリックス。チッ、あの、こ、アッシュ、見る。怪我した時は私に言って。殿下、お前は心配性だな、ドゥドゥ。なあ、親睦を深めるのに剣を交えるって。あら、そうかしら。そういうことならあなただけ教室で留守番してる？イングリッド、お前さ。先生、ルーベンクラッセは見ての通りの騒がしい学級だ。いろいろと苦労をかけるかもしれないが、これから1年よろしく頼む。来て早々だが、この装置を使って君に紋章の力。
何？紋章を知らない？さて、遥か昔、女神より人に授けられたと言われ、紋章を宿した者は魔道に優れたり、強靭な肉体を有したりと、それぞれの紋章に対応した人知を超える力を持つ。どうかな、調べてみなければ分からぬよ。言った通り、紋章は血によって、たとえ先祖に紋章を宿した者がいたとて、その子孫が子孫の中の限られた者だけが君の先祖に紋章を宿しということなのだ。うん、もちろんだ。さあ、この装置の上に。これは見たこともない文様。ま、この世にまだ我が輩の知らぬ紋章が存在したとは、格別のし、興奮してしまった。さあ、もう出て行ってくれて結構だ。我が輩はこれからこの紋章について調べねばならん。君の役目は終わった。この線、こちらは一体。
官学校の教師には埋設、予定表にはしっかり予定。そういえばここは2階を開けたな。実は今のちょっと先生と。お前が頼みがある。近く先生みのり大修道院、大修道院内の施設、例えばここです。大掲示板、行為掲示板の情報、当然のこと。一日この生徒だけで。おお、では先生一流のよ。ほら私は。私は師匠の一番で教えを受けたのは短い間だったけどさ、それでも私の唯一の師匠だからね。暇してるんなら一緒に町にでも出ませんか。うまい飯を出す宿場を見つけたんですよ。これ先生ちょっと頼みが。では見たこともないような薬草や珍しい花がたくさん植える。僕のよ先生も気が向い。助かった。すいません今忙しいので。いえ。ねえ、はあ、主よ主よ。まったく。しかしあんた千年い。ごきげんよう先生。といっても私は生徒ではありません。理解がある。お兄様、お願いを聞いていただけるかしら。
ません、シュー先生。先生、あのね、え、こんにちは。私と同じ色の髪の毛で、しかめ面の暗い風、はい。こんにちは先生、貴重な書物がたくさんあるんですよ。読書が…聞いてくれ先生は、わしはクロア。士官学校に来る前はね、うん、あ、少し、そういえばルーベン、青木、書庫にぜひ読んで。そうですね、ねえ、私アドラークラッセで唯一覚悟はしてた。あの、ここはご縁がなかった。我々金字架は学級の、うん、我々貴族し、待ちたまえ。先生、そうね、ええ、回っちゃおう、回っちゃおう。学級、私たち、そういやさ、いや、実はオラしょっぱっけど、イエリッツァ先生にはかなわねえけど、あんたになら勝てそうな気がしねえか。そっか。なに、悪いな、用がないなら。いやー、頼りになりますね。
あなたが生徒良いか、それにあなた、おう、当たり前だが、せて20年前にはいる。そうだな、いきなり模擬戦なんて、もし怪我。君、もう聞いているかね。学級対抗の模擬戦をやるそうだな。それはそれとして、君の紋章の研究がなかなか進まなくてね。君の肉を。やはりジェラルト殿は20年経っても全く変わらんな。私などあの頃と比べて3倍くらいに。なぜそんな話をと。伝説の来ましたよ先生。何でもセーブス教のこと。そこにはセするよ。いよいよ模擬戦か。腕が鳴るな。先生はどうだ。よかった、大丈夫だ。手強い相手かもしれないが。やあお二人さん、さ、勘弁し、そりゃ光栄。ええ、いや、へえ。おやおや、戦いはまだだってのに、そんなに熱くなって。そういうつもりじゃ。そう、あらあら、みんな揃っておしゃべりかしら。すっかり仲良くなったよね。君たちが親睦を深めるのは大変結構だが。もうそんな時間か。あなたたちの力量確かめさせてもらうわ。分かってる。ちなみに俺は。ええ、いけるわ。焦らず戦おう。はい、頑張ります。どうする。切り込むか。クロード。いや、ドロテア。了解、フェルディナンド。
気は抜けない。俺はまだ やってくる。負けられないからな。それ。あら。将棋気は抜けない。ジン。だ。Thank you.
加減すべきだ。ディミトリ、いいだろう。そうこない。私を手すまん。俺は戦術はともかく真顔で。さて、分かってると思う。ちなみに俺は。焦らず戦おう。いけるわ。切り込むか。はい、頑張ります。どうする？クロード。やれ。ドロテア、リョウ、フェルディナンド。これでいいか。やってくれるね、先生。この森を利用して敵を向く。
で待ち構えられてんなら迂回するなりなんなり。学級と同時に戦おうってのか。勝機が見えたわ、アドラークラッセ。やっ、次は誰だ。手応え、ここまでやれ。切り込むか。やるじゃん。気は抜けない。
マヌエラ君。戦術は真顔で。なあ王子様、ムラグッコ。地味なあ、らら、次は誰だ。よし、そこまで。ルーベン、この勝利は。先生、ここにいたのか。探したんだぞ。今日はみんなで食事にしようと思って、反省会を兼ねた祝勝会だな。ああ、ほら、あれだけ戦ったんだし腹も減るだろ。ほら先生、早く来てくださいよ。今日の祝…そうですよ、私たちが勝てたのは先生のおかげじゃないですか。そこの正攻法しか知らんイノシシよりは幾分かまともな傭兵だった。フェリックス、あなたは本当に…いや、いいんだイングリッド、事実。それにしても今日は疲れちゃったわね。実は僕もです。なあ先生、まあ無理もないか。
先生。俺は先生とも喜びをはきっと、それはみんなも同じだと思う。見事な采配でしたね。ジェラルトの薫陶を受けただけはあります。この催しを通じて生徒たちと親睦を深められたのではありませんか。それは何よりです。ちなみに今回の模擬戦は前哨戦に過ぎない。本番は飛竜の節に行われる呪術戦だ。伝統ある呪術戦に恥じぬ戦いができるよう生徒たちをきっちり鍛えてもらいたい。さて、今日あなたをここへ呼んだのは、よくせあなたたちの学級には盗賊ガルグマク大修道院に所属する者には身分を問わず奉仕活動を義務付けている。無論生徒も例外ではない。節ごとに生徒と共に課題に取り組み、期日までに大司教へ。盗賊討伐の件は追って司祭を伝える。一度にあれこれ伝えても覚えきれまい。あなたには特別な何かを感じます。期待して。盗人か。わしとお主の出会いを思い出す。何を固まってくそ、何が貴族のガキどもを数人殺すだけだ。セイロス騎士団が追ってくるなんて話がちげえじゃねえかよ。貴様らが子孫じたからだ。つまらぬ陽動にかかりよ。それでも目的は果たせるかと思ったが。てめえ聞いてんのか。だが傭兵を教師に任じるなど。無視してんじゃねえ。この始末どうつけて。死ね。のもはや教団は容赦せぬ。せいぜい道連れを増やすことだな。ま、間違いや。白雲の章、盾ごとの説、追回の風景。この説に生まれ、あるいは亡くなった聖人にちなみ、フォドラの人々は彼らが好んだとされる音楽を奏でる。盾ごとや笛、歌で思い思いに興じられるその響きたちは、タルティーンやグロンダーズの広大な野に種まく者の間を舞い踊る。さて、すでに話があった通り、今節の課題は騎乗で戦いを学ぶ生徒諸君にとって実戦を。無論討伐は騎士団支援のもとで行う。とはいえこれは模擬戦ではない。相応の危険が伴うものと覚悟してくれ。騎士団からの連絡を待って出立する。それまで。俺たちにとっては初めての実戦だ。よろしく。模擬戦での先生の指揮は的確だった。先生がいれば討伐もうまくいくはずだ。出発まではしばらく時間がありそうだな。今のうちにやれることはやっておこう。よう、修道院での生活は慣れたか。おお、意外だな。
傭兵時代は雇い主なんかとの交渉は全部俺がやっていたし、戦場以外じゃほとんど人との接触は避けちまってただろう。突然貴族のガキどもの中に放り込まれて今日心配はいらなかったようだな。そういや聞いたぞ、最初の課題お前にとっちゃ慣れたもんだろうが、ガキどもにしてみりゃ初めての実戦だ。教え子を死なせちゃ寝覚めが悪いだろう。俺も手伝ってやれればいいんだが、レア様にいろいろと押し、あの人がお前に何をさせたいのかは俺の方でも好きか、慣れるのはいいが気を許すんじゃねえぞ。あんたは師匠の年を知ってるか。やめとけレオニー、俺自身忘れた。だけど普通自分の年を忘れたりし、お前も自分の、はあ、そういうもんですかね。よう、頼みがあるんだが。そういえば士官学校に課題、セイロス騎士団の大修道院での過ごし、先生が俺たちを、もしも興味、生徒の所属、そこで修道院。よう、あん教団の。どうだ。そういえばね。次のか、ところで先生、言ったよな。お先生、そういや、まあ、なんだ先生、違うの。先生、私、別に昔、あの犬、だからこ、武芸の、お前もす。我々これを踏み、すまねえな、助かった。おお、未知の紋章の君も素晴らしい。
このフォドラ各地の本を読んでいると、それだけで旅に出たような。はい、そう。すごいな、息子。これがケン。何かわからないことや困ったことなどはありませんか？私今の少し長くなるぞ。書き留める準備は必要ないか？ではカスパルの父である軍務卿ベルグリーズ、ベルナデッタの父である教務卿ヴァーリハク、そして外務卿のゲルズ公と、私もゆくゆくは帝国エーデルガルトを上回る才覚で、私が帝国の舵取りをするのさ。ガルグマク大主フォドラの国家の、そうしてせ、大聖堂は静かでいいわよね。ところで先生も女神様に酔いの。あらあら、そういえばフォドラの木先生も主に祈りを。曖昧だ。そういえば大聖堂の聖医、聖君も今日、君に頼みがあるのだが。大聖聖聖君も今日。厳しくも優しい。あなたつくづくは当然我々の。よう先生。先生、そういえば俺には出すか。いいかな。どうでしょうか。ねえ、ハルディナという存在をご存知と言っても、だ、そうですね。お料理と先生は甘いものと辛いもの。頼みを聞いてくれるかね。そうです、今日のご飯苦手な。あ、先生好き嫌い。すみません、ブリギッチ先生。寒い先生。
王先生、調子はどうだ？私はこれから任務に出るところでな。さて、この程度の。いいかな？そうだね、暇だし。ん？先生、私に何か。お願いするわね先生。この前、ところがその片付けできない女は勘弁。失礼だ。君たちのもし命を。何？今そうだな。し合うか。どうした？そういえば先生、大修道院。あ、実は肌着が風に飛ぶ。ありがとうございます。先生ですか？なんでしょう。何も。先生、次の。お先生、そうよ。まあ。君も感謝する。
そうですね。講義の進め方がわからないなら、講義を皆自分の目標に関係だが、例えば皆のその時にはいくら生徒のやる少しばかり士官が何人かで知っている志望する当然先生には痛いんだが、ああ、なるほど。
よろしくお願いします。俺に依存はない。先生、なるほど、そういう。ありがとな。先生は騎士団を率いた経験はあるか？騎士団を雇用したら騎士団それぞれ騎士団を敵を攻略計略
してちょうだい。次の敵に備えないと。イナスものは覗くだけだ。もの。来やがれ。
さすがだな。これでいい。これで。あの手を使うぞ。世話が焼けるな。正気をつかめ。この経験は糧になる。このか。歌の出来栄えはどうあれ。歌、こんな…無事に終わったぞ。仕上がってきたかも。何事も経験だな。理解が深まった。ものになってきたかも。先生、今しがた騎士団から連絡が入った。予定通り盗賊を追い込んだそうです。
悪事を。いかなる敵であろうと。面つれない。そうね。少し、ああ、近いうち。そういうものなのか。正直な。死んだよ、二人とも。すまない、つまらない話をした。コワッパどもを引き連れての戦いか。時を巻き戻す力。赤き何はとも。クソ、おかしバカ。情報によるうまくどう動く。どうする。切り込むか。頑張ります。どうさ、いけますよ。うん、いけます。出るぞ。はい、出ます。ねえ、いけるわ。焦らず戦おう。相手がと。はっ。手ごわかったな。躊躇した。
これが戦いなので、このして動かないと。このお宝をお先で仕掛ける。邪魔だ。害なすものは覗くだけだ。
負けられないからな。まだ。なかなかやりますね。策を仕掛けてみるか。あの手を使うぞ。行けますよ。諦めろ。
これで。僕の討伐お疲れ様。あら、ありがとうございます。この地に懐かしさを覚えるのは何？着物小さいやつじゃの。まったく戦い。まあよい、わしの知る限り、この谷にか。一度来たら忘れられそうにな。やはりわからぬな。名前ただ懐かしさの中に多くの感情がよみがえる。喜び、悲しみ、苦しみ。もしわしがここにいたというのなら、わしは何をしておったのじゃろうな。先生、そろそろ大修道院に戻るぞ。こちらはみんな揃ってる。行かねばならぬな。ま、いずれ思い出すこともあろう。さて、お主には感謝せねばなるまい。知らぬわ。ただそうせねばならぬ気がしただけじゃ。それはともかく、お主そろそろわしが話すのになれよ。その何、転んでおらぬと？ようやく到着だな。先生、レア様への報告は。アドラークラッセはこれから課題か。実戦は何が起こるかわからない。万が一ということもある。気を。言われるまでもないわ。なぜあなたにそこまで心配す。もしかして私を見くびっているの？